はい、短期決戦です。7月13日、5時29分です。5時30分前か。さあ、初動銘柄、今日もチェックしていきましょう。よいしょ。初動銘柄ね。とりあえずね、入力しないといけないからさ。7725。7646。IHI も動いてんだ。7013。J リース。いや、今日の初動はさ、全部上がったからわかんないんじゃないかな。今日の初動はあんまり、使えないかもしれないよね。今日はさ、日経平均がすげえ上がったから。レオパレス。あんまり使えないかもしれないよ、今日の初動は。2427。コニカミノルタ。なんか大きすぎる。大型の株ばっかしだな、なんかな。あ、マツダ。こんばんは。大型の株ばっかしだね。マツダいいよな。マツダはいい。テスラがさ、アメリカのテスラがさ、っていう自動車株が爆上げしてるから、日本の自動車メーカーも買われるんじゃないかな。あ、JAL もそうなんだ。なんだ。9201。はい、OK。いきます。どこからだ？ああ、強かったね。ここからだ。インターアクションからだ。インターアクションからだよな。インターアクションからだ。インターアクション。年初来安値1840円。じゃあ、年初来安値これだ。ああ、1702円。どうだ？ J リース。どうだ？あ、これいいね。いや、レオパレスか。レオパレスが10円上がりましたって。レオパレスダメなんじゃね？ レオパレスが10円上がる。太陽誘電。コニカミノルタいいね。コニカミノルタいいね。ああ、コニカミノルタはいい。コニカミノルタ。4902。年初来安値。年初が358円。で、今372円。ああ、いいんじゃないの？レオパレスやべえ。マツダいいよな、これな。スカラ。椿中島。マツダもいいね。7261マツダ。年初来安値505、682。ちょっともう買う余力がなくなってきてるからさ。
買う余力がなくなってきてるから、じゃあ、コニカミノルタ。コニカミノルタ。反発。あ、いいじゃない。ああ。コロナ抗体検査受託。何何？コロナ関連なの？コニカミノルタ？なんでコロナ関連なの？コニカミノルタが。すっげえなんか、業績悪。なんだこれ。うん。なんだこれ。すげえなんか、2020年最悪だな。あ、じゃあ2000年が最悪、あ、2020年が最悪だな。え、なんかあったのこれ。すっげえ急回復してんだけど。なんだ？まあ立派な会社だよ。2000億の会社だしね。ROA がマイナスなんだけど。ただね、自己資本比率は41%だから、負債に対して、純資産があるよ。だから、潰れることはないんだけど。なんか、業績が急回復してんな。なんか、あんまり良くないね、業績が。まあ、でも、通期は、プラスなんだね。配当あるんだけどな。これ、配当373円？ああ、株が、373円、東証一部で。これ何株単位？ 100 株でしょ、これ。100株単位だよ。37,300 円でコニカミノルタ買えるの？すげえ安くない？なんか、ほら。30年で見ても一番安いとこにいるよ、これ。すげえな、これな。潰れるかってとこだったんだ。これはすごいチャートだわ。これは安い。潰れないだろう。おー、すごいな、コニカミノルタ。373円、コニカミノルタだって。そりゃすごいわ。マツダ。マツダはね、自動車関連ね、あんまりトヨタと資本提携、赤字転落、減配か。減配か、マツダ。自動車関連が今見直されてるからね。日産買うんだったらマツダ買うだろ。マツダかっこいいじゃん、車。ああ。かっこいいね、マツダね。ただ、業績は良くないよ。ああ。来期プラスだけど、黒字だけど、どうだろうな。配当も、減配だけどね。時価総額4751億円。ROA、もうほぼないようなもん。自己資本比率 42.1%。これも東証一部の大企業だから、負債に対して自己資本、総資産が、資産がいっぱいありますよっていうね。だから潰れることはないんだけど、マツダもね。ただ業績があんまり良くないっていうね。マイナスなんだよな。通期もマイナスなんだよな。よくなんか買われたよな、これな。今日日経平均上げてたからちょっと買われただけなんだ。あ、でもほら、マツダも見て、30年で見て一番安いところにいるじゃん。30年でだよ。30年で一番安いところにいるんだよ。683円。500円。そうだな。ほら、ちゃんと初動が出たよっていう。
ああ、いいんじゃないの？ 800 円、850円ぐらいでここら辺で揉めばいいの。200円ぐらいあるな、上に。マツダとコニカミノルタだって。あ、ブロッコリー買うんだったらマツダとかコニカミノルタの方がいいような気がするな。ブロッコリー買うんだったらな。ああ、ブロッコリー買うんだったら、マツダとかコニカミノルタの方がいいな。よし、OK です。あ、OK ですって、切らないと。